はい、本日はですね、こちらの栃木レザーの財布をご紹介していきたいなというふうに思います。これね、財布ね、栃木レザーの財布なんですけど、僕がこれ作らせてもらったんですよね。で、これ作ってようよう完成しましたっていうことでお披露目するんですが、皆さんご安心ください。全く購入しなくて結構ですし、その代わり、動画を見ていただければそれだけで十分ですので、一切買う必要はないというふうに思っていただいて、安心して見てほしいなというふうに思います。で、財布ね、これ作ったんですけども、先に言っときます。大きい容量が欲しいとか、あとそれ以外にやったら、こう、綺麗な、経年変化して欲しくない財布、まあ要はなんか大人の財布みたいなのあるじゃないですか。そういうのが欲しいとか、そういうのが目当てな方はちょっとね、ここで見るのやめてもらった方がいいと思いますし、その全然そういう財布じゃないんですよ。だからこう経年変化が好きとかね、もう革の味が出ていくのがたまらんねんなっていう方はちょっとこの映像を見てと見てちょうだいよということでね、これ4種類作ったんですけど、こうやってダークネイビーがあったり、このキャンプグリーンっていうね、いかにもキャンプ用とかで合いそうな感じのグリーンがあったりだとか、それ以外にはね、このキャメルですよね。やっぱ定番のキャメルがあって、でこっちはちょっと上品な感じでね、オレンジレッドっていうちょっと品のあるようなオレンジも入れてみたりしたんですけど、まあ、この4色をチョイスしてね作ったんですよね。で、一言言わせてください。普通にその辺にあるやつ作ったってしゃあないから、まあ、僕はですね、今よりもワンランク生活を上げる財布っていうのを目的に作ったんですよね。だからもう完全にどこにもないし、見たことないでいうものを作ったんですが、まあ、それはねご紹介していこうということになっておりますので、本日の流れとしてはですね、まあ、まずこの革財布の中身とかバーってこう開けて見ていってもらって、でそれ以外にはまあ特徴をさらっと喋って、その時にデメリットとは言いながらも、ここはちょっとね、まあ微妙なところもあるんかもしれないですって話して、でその時におすすめです、まあこういう人には向いてると思いますよなんて言ってお話していきたいなと思います。あ、それとね、僕が使っていこうと思う色もちょっとご紹介していこうと思いますので、そんな感じでいきますね。まず一つ目っていうのが、中身から見ていきましょうか。ではこんな感じでずらっと並ばしてもらったんですけど、まあ、開けていくとですね、パカッてここにジップついてるんですね。でジップついてるんですけど、ここは小銭ケースとか鍵入れになっているので、まあ、自転車の鍵とか職場のロッカーの鍵とかここ入れてもらってもいいですし、まあ、小銭入れと別で持たんでいいよということになってるんですね。で、まあ、こんな感じでここにマネークリップがあるので、ここにカチンってマネークリップ止めてもらって、でカードが何種類かあって、なんとこの薄さなんですね。まあ、これが、中身かなと思います。だから中側はね、全部その色をあえてヌメ側にしてるんですよね。これヌメなんですよ。でヌメにしてるんで、ここだけね、表側と同じ色になってますけども、それ以外は全部これヌメ一緒です。こんな感じになって。ほんでオレンジもこんな感じになってるので、まあ、中のここのヌメは一緒ですね。それではね、この特徴を聞いてもらいたいなと思うんですけど、とにかくこの特徴、もう一言で言いますわ。栃木レザーなんですよね。で、栃木レザーって何ですのというと、まあ、日本で最高峰のレザーといえば、この栃木レザーというこのカードが入ってるんですけど、これなんですね。で、まあ、ここにも書いてるんですけどね、なんかその植物由来の樹脂でなめしてるから、こう綺麗な変化するんですよ。だから中側とかもこの綺麗な明るい色じゃないですか。で、使っていけばどんどん飴色になってきますね。で、それはそれで味が出てくるというのがこの栃木レザーの特徴なんですけど、それを全面に採用してるというところが、まあ何かしらの特徴何って言われたら、まあそれでしょという感じになってるんですけど、その中でももう一個言わせてください。この栃木レザーの中でも一番脂肪の少ない革を採用してるんですよ。で、牛とかってやっぱ首周りとか足周りの革使っちゃうと、こう脂肪がねボコボコ大きいのが多いんですけど、これはね結構均等に細かい脂肪になってるので、めちゃくちゃ綺麗になってるんですよね。だからあんまカジュアルすぎてない感じもいいっていうところで、栃木レザーの中でも結構希少な部位を使った財布ということになってますね。だからまあこれが一番特徴ですわ、栃木レザーね。ほんでその次がですね、キャッシュレス時代に対応してるということで、まあ、キャッシュレスになって皆さんこう電子マネーとか、あとまあスマホで決済するじゃないですか。ってなったら、そんなめちゃくちゃ大きい財布いりますかってなった時に、これぐらいが第二の財布としてね、まあ、メインはメインで持ってるけど第二の財布でこれ持っとけば、こうやって半ズボンとかでもね、ポッケポッケポイーンって入れれるんですよね。こんな感じでポイーンって入れたりできるので、でなおかつこれぐらい薄いからね、ケツのポケットなんかにも入れれるし、ピュッてこうやって入るので、まあめちゃくちゃ薄めに作ってますせーということですね。どうしても僕も今まで2つ持ってたんですよ。メインの財布と小銭入れとカードケースって、まあ3つ持ってたんですけど、まあそれこれやったら1個で全部が集約できると。その代わり全部容量が大きいってわけじゃないから、もう札を100万入れますせとか、カード20枚入れますせっていう人なんかは長財布の方がいいと思うんですけど、まあ、普通の男性とかやったらカードってそんな何十枚も持ってないじゃないですか。やったらそれが入るぐらいっていうのはちゃんとあるし、それ以外にもこれ入れた状態で
電車のイコカも対応するし、で電子決済する時なんかコンビニとかでの電子決済なんかもこれでそのまま閉じた状態でいけるんですよ。ポッて閉じたら開けたりとかせんと。まあその辺がねちょっとこだわったとこかなと思います。で次にめちゃくちゃこだわったとこ何っていうと、閉じた状態で小銭にアクセスできる。これめっちゃこだわったんですよね。とにかくいちいちバタバタ開けたりとかして小銭出すのめんどくさいから、この外側のとこに小銭入れが欲しいんですっていう話したんですけど、これを作るのにねめちゃくちゃ苦労した。一番最後に言いますけどね、初回ひどかったんですよ。これでは製品ならんでっていうようなねすっごい仕上がりになったのもあるんで、それは最後紹介するんですけど、まあ、それぐらいね、長財布とかやったら一回開けてから小銭出さなあかんけど、これでもワンタッチでピュッても小銭にアクセスできるし、まあ、鍵とかにもアクセスできるっていうような取り扱いをしやすいように作りましたね。ほんでね、やっぱ革がお好きな人やったら結局手入れなんですね。都市レザーは手入れをしてもいいし線でもどっちでもいいんですけど、まあ、もし仮にするっていう方はですね、まあ、僕とか結構すると思うんですけど、まあ、こうやって映像を見てもらった通り、まずブラッシングでガーッとこの栃木レザーの皮の部分を汚れとかパーッと取っていってあげて、その後ね手でオイルパーッと塗っていってあげるんですよ。でなんでこれ手で塗るんかって言ったら、手はねちゃんと人の温度ってあったかいからオイルが綺麗に溶けてくれるんですよね。でそれで綺麗に塗ってあげることによって、こう塊とかねここだけ多いとかっていうのがなく、まんべんにオイルが皮に浸透するので、こうパキパキにならずに、しっとりした状態がずっと持てるということになっているので、この皮のきめ細かやさ言われへんかったけどね、もうめちゃくちゃこれはこだわったよと。多分栃木レザー扱ってる中でもめちゃくちゃきめ細かいんちゃうかなって思えるぐらいこだわったんだよというのが、もうこのレザーですよね。ほんでとはいえやっぱりデメリットと言いながら、もうやっぱりどんなものにもデメリットってあるじゃないですか。でまあ僕もこれ作ってて、まあこういう人にやっぱ向いてへんなとかって思うのがあるんですけど、やっぱそれ何っていうと、やっぱカードの収納力ってね、言ったって1,2,3,4,5,5枚ぐらいしか入れれないんですよ。って考えると5枚以上を毎日こうやって持ち歩いたりとか、カードいっぱい持ってますねんっていう方なんかはですね、まあ5枚以内に厳選してもらうような人やったらいけるけど、それ以外の人はまあこれやったらちょっと厳しいかなというふうには思うんですが、大体皆さん免許証、銀行カード、クレジットカード、で電子決済で、あともう一個なんかメンバーカード、まあそんなもんちゃいます？知らんけどね。まあ、僕はそんなカード持ち歩かないんで、こんなんでもいいかなとは思ってるんですけど、まあ名刺入れとかはね、また別で多分皆さん持ってはると思うので、まあそれはいいとして、まあでも量はね入らへんっていうのはこれはリアルなんで量は入らないでしょうと。でそれ以外にやったら経年変化したくないっていうのはね、やっぱそういう人には向いてないと思います。いくらこんなきめ細やかな栃木レザーを採用したとて、経年変化はね絶対するんですよ。なんかこういい意味でくすんでいったりするけど、そういうの俺苦手やねんなっていう人もいてはるじゃないですか。そういう人からしたら、こういうタイプじゃなくてやっぱ一流ブランドの財布とかってね、あんま経年変化しないんですよ。僕もボッテガっていう財布持ってるんですけど、それはねあんま経年変化せえへんので、そういったあんまり味出したくないっていう方なんかはこれは絶対向いてないと思うので、そういう方はねもう何を間違ってもこれは買わないようにお願いしたいなというふうに思います。でその次におすすめの人っていうのが、まあ、やっぱり今持ってる財布とかよりも多分ね薄かったりすると思うし、小銭ケースが持ち歩かんかってもいいんで、これで一個になってるんでね、まあ、荷物が軽くなったりだとか、あと何やったらもうボディバッグとか持たんでも、これポケットにポンって掘り込んだりして、スマホとこれだけね持って行って、で家の鍵はこのジップの中に掘り込んどったらいいっていうやり方もできるので、まあ、複数カード持たんでいいし、まあ、荷物軽くなるじゃないですか。だからまあそれでそういうために作ったんで、まあ、そういう人はおすすめかなと思います。あちなみにね、あのこの小銭にアクセスしやすいですよって言ったこのジップ、もちろん YKK ですよ。よくわからへんジップなんか使わへんから、もちろんちゃんとした YKK のを使ってますせということになってるんですね。はい、ということでね、あまあ僕個人的にはどれも気に入ってはいてるんですけども、まあこういったねちょっと上品な感じもいいんちゃうかななんて思ったりはしてるんですけども、残念ながらねこれ1週間で職人さんがね手作業で全部機械とか使って作ってくれてるので、30個しか作れないんですよ。だからあんま買わんといてほしいんですよね。で僕は実際その作ってる様子とか見てるので、やっぱり大事にしてくれる方とかに持ってもらえたら嬉しいなって、僕自身も大事にしたいなと思ってるから、まあ極力革愛のある人というか、まあレザー好きの人というか、まあ経年変化が好きな人とかに持ってもらったら嬉しいなと思います。まあ、それぐらい僕自身もね気に入ってるんでね、メイドインジャパン、オールメイドインジャパンで、こだわって作りましたということになってるんですけど、まあ、最後にね見てもらいたいのがね、やっぱり失敗談、これ最初すごかったんですけど、これ今となってはちゃんと完成して、あら上品じゃないのと、イケてるじゃないのというふうに思うかもしれんけども、最初の苦労はこんなもんじゃなかったんですよと。この状態よく見るじゃないですか、こういう感じでね、マネークリップの財布ってよく見るけど、この上にもう一個小銭ケース作るのって何、どうやったらいいんでしょうねってめちゃくちゃ試行錯誤して、最初はわけわからん形のものが出来上がったりだとか、これメーカーさんにちょっと失礼かな、見てはったら失礼かもしれんけど、まあ、そんなのが出来上がったりとか、その次にはねボタン式のやつが出てきたんですけど、めちゃくちゃブッとなるんですよ。全然こんなすっきりしないんですよね。だからこれはちょっと飽きませんなーいう話してたりだとか、まあ何しかここに来るまでに苦労ものすごいやって、去年のねご存知の方もいらっしゃると思いますけど、去年の
これ秋から制作したんですよ。秋から制作してようやく完成したの6月ですよと。でしかも1週間に30個しかできませんでと。でまあもうこの辺で終わりにしようかなと思うんですけど、最後ねこれ色のねおすすめ、これキャンプグリーンって言ってるぐらいからやっぱりちょっとこの緑とかが合うようなね景色のところで使う人はこれおすすめやし、キャメルはまあ全般的な人誰でも絶対合うじゃないですか。でおすすめやし、結構綺麗めな格好をするんだったらダークブラウンの方がねスーツとかに合いやすいかなと思ったりして、まあ、これは一応採用したんですけど、こんなんがあると。でそれ以外にはね、これはねちょっとちょっと差し色入れたい人なんかはねオレンジレッドがいいかなというふうに意味を込めてこれも作ったんですが、まあシンプルに一番経年変化楽しめるんだったらキャメルかオレンジかな、わからんけど、まあそんな感じで僕はその辺をちょっと味出していこうかなというふうに思ってますと。はい、ということでね、本日は、オリジナルの財布がとうとう完成しましたよというご報告になっております。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。